自由アチェ運動、自由アチェ運動、自由、アチェ運動は、インドネシアのアチェ州の分離独立を目的としていた、武装組織。スハルト政権下では、治安拡乱分子とされていた。正式名称は、アチェスマトラ民族解放戦線、アチェ、スマトラナショナルリベレーションフロント、エイエゼンルフだが、インドネシアでは、正式名称よりも、通称の、 自由アチェ運動が使われることが多い。1976年の結成以来、インドネシア中央政府及びインドネシア国軍と長期にわたり武力構想を継続していたが、2005年8月にヘルシンキ和平合意でインドネシア政府と和を結ぶに至った。インドネシア独立戦争において、アチェ州はオランダ軍の上陸を阻み続け、州外へ奪還のための義勇軍を派遣し、 臨時政府の拠点となるなど大きく貢献した。戦後になると、戦時中にアチェで軍政司令官を務めていたイスラム指導者ダウドブルエが独立戦争での貢献に見合うだけの地位と権限をアチェに与えるよう要求し、武装反乱を起こした。当時、インドネシアではが展開されており、1949年にカルトス・イルヨがインドネシアイスラム国の樹立を宣言。 1953年にダウドブルエはアッチェもその一部となことを宣言した。だが、ダルルイスラム運動が劣勢になると、ダウドブルエは、インドネシアイスラム国アッチェ構成国の樹立を宣言した。1960年にお大統領としてが、インドネシア統一共和国の樹立を宣言すると、アッチェ構成国もこれに合流したのだが、これもインドネシア政府に鎮圧され、 1961年8月15日、ダウド・ブルエは、アチェイスラム国の樹立を宣言した。だが、翌年の1962年、中央政府側の責任者エムヤシン大佐の提案を、ダウド・ブルエが受け入れたことで9年間に及ぶアチの反乱は幕を下ろした。1959年、首相通達が出され、スカルノ大統領は、アチェを特別州に指定した。 東京大学の再訪日によれば、この特別衆とは、宗教、教育、伝統文化の分野で、最大限の地方自治が可能である子を意味するものだと、言う。また、東京工業大学の山本元は、スカルの大統領は、将来のアチェ州独立をほのめかしていたと記している。だが、次の大統領スカルの政権下において、アチェ州の自主性は抑制されることになった。 1974年の地方行政基本法で、アチェ、特別州は、名称以外は、他の州と同等とされた。また、1971年には、当時東南アジア最大規模と言われた天然ガス電が、ロクスマウェイ市近郊のモービルオイルの工区から発見されたが、州政府の期待に反して、天然ガス開発の主導権は、インドネシア府が握ることになった。このような石油、 天然ガスの利権をめぐる問題は独立運動を高揚させ GAM の結成につながることになった。GAM の最高指導者ハッサン・ティロはダルルイスラム運動に加わっておりニューヨークでインドネシアイスラム国の国連大使兼中米大使を名乗っていた。彼はこれによりパスポートを剥奪されたが1974年アチェ人のインドネシア中米大使 シャリフタイブの計らいにより帰国が認められた。1976年、自由アチェ運動、以後 GAM と、被災が結成され、アチェの独立を宣言した。12月4日にに、アチェ王国の後継国として、アチェスマトラ国の独立を宣言したのだった。井上オサムによれば、ハッサンティロはこの時、ダウドブレイの指示を受けていたのだという。翌年の1977年、 政府が彼らの存在を把握し、1978年5月にダウド・ブレーはジャカルタに隔離され、AM の鎮圧が進められた。1979年3月、ハッサン・ティロは支援を求めてインドネシア国外へと脱出し、シンガポール経由でスウェーデンへと亡命した。その後、スウェーデンを拠点として活動が続けられたが、アッチェでの運動は表面上鎮静化していた。 アッチェで GAM の活動が再度活性化したのは1980年代半ばになってのことだった。ピディ県や北アチェ県ではゲリラ兵士が集められ、指揮官候補者はリビアに行き軍事訓練に参加するなど、武装放棄の準備が進められた。井上治サムによれば、ハッサンティロはリビアの最高指導者、カダフィ大佐の支援を獲得していたといい、1986年からリビアで アチェ独立運動軍に約400人に軍事訓練を消させたのだという。1988年半ばには、ピディ県の軍事施設が襲撃された。GAM の活動は過激化し、国軍からの武器強奪やジャワ人移住者への脅迫を行っていたという。当時のアチェ州知事イブラヒムハッサンは、スハルト大統領に治安の早期回復が必要だと進言し、 1989年、アチェ州は軍事作戦地域略称ドムに指定された。アチェ州には国軍の部隊が集中投入され、1992年までに主要なゲリラ幹部は逮捕もしくは射殺され、もしくはアチェ州外へと逃亡し、相当作戦は成功したと考えられた。国軍はその後もアチェに駐留していたが、1998年5月に、 スハルト政権が退陣すると、翌月の6月に、女性らが、国軍兵士により暴行されたり、夫を殺害されたり、したとジャカルタの国家人権委員会に告発し、ドム下で深刻な人権侵害が発生していたことが、判明した。アチェ州知事も、ユスフ・ハビビ大統領に、ドム指定を解除するよう提言した。同年8月、ドム指定を解除し、 アチェ州外からの増援部隊を撤退させると発表された。だが、同年10月に活動中の GAM グループが存在するとの報告があった。これ以降アチェ州では治安の悪化が進み、12月にはで国軍兵士7名の拉致が発生。翌年1999年3月からは、公立学校や軍役場への連続放火。5月には、 巡回中の治安部隊を標的とした襲撃も発生した。これに対し、軍と警察は治安維持、回復作戦を実施したものの、失敗に終わった。5月3日に北チェケンクルングク地区で住民への発砲事件が発生し46名が死亡するなど、ドム時代同様に軍と警察による人権侵害事件が続いた。軍と警察が、GAM が先導行為をし、 発砲につながったなどと説明する一方、GAM は犯行を否定する声明を出した。治安維持、回復作戦は、住民の支持を得ることができず、インドネシア内外からの批判を受けて8月18日に停止された。これにより、従来は、ピリ県、北アチェ県、東アチェ県を拠点としていた GAM は、アチェ全域に活動範囲を広めることとなった。12月4日には、 GAM 設立とアチェ独立宣言33周年を記念して独立宣言記念式典がアチェ各地で開催された。2000年2月、アチェ女性会議と全アチェ学生青年会議第2回大会が開催され、アチェ問題について検討するアチェ人民会議が開催されることになった。GAM は当初この会議への参加に肯定的だったが、会議の結果が 事前に中央政府寄りになるよう調整されていると主張して会議の開催自体に否定的となった。この時、アチェ人民会議関係者に対するテロ攻撃が続発し、GAM は関与を否定したものの会議関係者からは GAM による犯行だと認識された。同じく2000年、ワヒド政権において中央政府と GAM の間で一時的停戦合意が結ばれた。 3月12日にグワナイ国家官房長官が4月13日にサード人権大臣がジュネーブに派遣され、両者は非公式に和平交渉を行った。結果、5月12日に一時停戦の合意が成立し、その後3ヶ月間はアチェの治安は回復した。だが、西はこの合意について2つの問題点を挙げている。一つ目は、 戦闘行為中止についての最速が定められていなかったことであり、双方は相手の行為を戦闘行為に当たると認定する一方で、自身の行為は正当防衛や通常巡回の範疇として成果した。二つ目はスイスでの事前協議に両者とも戦闘行為の当事者が参加していなかったことである。GAM からは亡命政府の閣僚がインドネシア政府からは、 ハサン・ウィライユダ国連担当大使がこと協議に参加していたが、どちらも戦闘行為の当事者ではなく、また双方とも戦闘当事者を十分に制御できるような環境ではなく、当事者不在の合意を現場に反映させることができなかったのだと。2001年8月にアチェ州特別自治法が制定され、2002年1月1日に施行された。だが、 GAM はこの自治法を認めず、その後も散発的に抗争が発生した。1月22日には陸軍戦略予備軍が GAM 兵団司令部を吸収し、GAM の軍司令官とその妻が射殺された。だが、2月3日にはアンリデュナンセンターの仲介により GAM はインドネシア政府とジュネブで会談を行い、和平協議を継続することになった。5月10日、 GAM がアチェ州特別自治法を交渉の開始点として受け入れ、両者は停戦に向けた対話を促進する共同声明に調印した。だが、その翌日、GAM の拠点が警察機動隊に襲撃され報道官が射殺された。インドネシア独立記念日を目前に控えた8月には、アチェで爆弾事件が頻発、GAM と国軍の間で小競り合いが繰り返された。 8月19日、中央政府は、特別自治法を受け入れる期限を、同年12月上旬までとし、GAM がこれに応じない場合は、軍事力を行使するとして、アチェに1200人の警察官を派遣する決定を、下した。一方、GAM は、特別自治法の受け入れ拒否に転じ、9月5日に、アチェ州知事、アブデラプテを襲撃した。だが、9月末には、 GAM 報道官が停戦に向けた対話に応じると表明した。GAM と中央政府の会談に先駆けて12月3日には、米国と日本の呼びかけにより、東京でアチェ和平準備会合が開催されて、和平後復興支援策が協議され、12月9日のジュネーブでの和平会談で9箇条の和平協定、敵対行為の停止に関する枠組み合意が調印された。 当時のアジア同行年報では、コハをメガワティ政権発の政治的成果と評価されたが、アッチェ中流軍は協定を無視して GAM の総統作戦を継続。GAM も政府との対話路線を捨てて武力衝突が続い。2003年3月には和平合意により治安維持を担当していた合同治安委員会の地方事務所が住民により襲撃された。 GAM はこれを国軍主導によるものだと主張したが4月1日、ユドヨの政治治安調整大臣はこれを、古波違反だとみなし、古波に基づき1ヶ月以内の合同協議開催を要求した。GAM は4月25日から2日間ジュネーブで合同協議を行うことに一旦は合意したもの、直前に2日間の延期を求め中央政府は、合同協議参加を取りやめた。 メガワティ大統領は5月12日までに、あち特別自治法を受け入れ武装解除をするよう、GAM に最後通帳をしたが、GAM は、古ハでは対話の出発点として、特別自治法を認めただけであり、特別自治法そのものを受け入れたわけではないとして、要求を拒んだ。5月6日、メガワティ大統領は合同協議開催に応じなければ、統合軍事作戦へ移行する意向を固め、 警察は JSC に加わっている GAM メンバー4人を州外に出る報告を怠ったとして逮捕した。だが GAM は5月12日時点で合同競技開催に応じず JSC はフィリピン軍、大軍のメンバーも撤退したことで事実上解体に至った。ここで国際連合事務総長が先進国に働きかけ東京で交渉が行われることになった。 日本と米国は17日、18日の東京での合同競技開催について、インドネシア政府と GAM の承認を取り付けた。16日には日本に出発しようとしていた、競技参加予定の GAM 幹部5人が、アチェで逮捕され、GAM が釈放を要求する事態となったが、インドネシア政府はそれを受け入れ、アチェ復興に向けた国際支援国会議が開催された。この会議には、 スウェーデンの GAM、インドネシア政府のほか、日米両政府、アンリデ,デュナンセンター、EU、世界銀行が参加した。だが、交渉では、インドネシア政府が GAM に武器の6割を国家警察に提出することなどを要求し、この交渉は決裂した。五月十九日、メガワティは六ヶ月の軍事非常事態を宣言し、人道支援、方式確立。 行政改善、治安維持の4分野にわたる統合軍事作戦を開始した。国内メディアには GAM の発表を報道するのを自粛するよう軍管区司令官から要請が出され、6月16日、翌月の6月、メガワティは大統領令を発令して外国人、NGO、ジャーナリストのアチェ州への移動を規制し、NGO とジャーナリストの活動を制限した。 軍事非常事態宣言は11月6日に6か月間の延長が閣議決定され、アチェ軍事作戦本部の発表によれば12月までに GAM 兵1000人が死亡し2000人が逮捕されたと言うが、他方で中央政府は計2兆7000億ルピアの予算を、この県に費やし国軍兵士3万5000人、警官1万4000を派遣したにもかかわらず、 GAM 幹部を逮捕することはできなかった。軍事非常事態宣言は2004年5月に解除されたものの、大統領令により民間非常事態とされる武力構想はさらに継続した。2004年12月26日、スマトラ沖地震が発生しこれが和平のきっかけとなった。外国の立法によればこの地震と津波によるアチェ州の被害は死者12万8000人。 行方不明者3万7千人、被災者100万人に及んだという。災害により、大打撃を被った GAM は、中央政府への態度を軟化させており、同年2月から代表でフィンランド元大統領の、マルティア・ハイサーリと共に、GAM 指導部と接触していた、ユスフから副大統領は、和平交渉を本格化させた。ヘルシンキで2005年1月から7月にかけて5回の、 和平交渉が行われ、8月15日に、インドネシア政府と GAM の間で、ヘルシンキ和平合意が締結された。合意後に、GAM の軍事部門は解散させられ、元戦闘員らの受け入れ先として、GAM アチェ移行委員会が設立されが、委員長に就任した。和平合意により GAM は、アチェの政治に参加することが可能になったが、 GAM 指導部の中では政治参加について意見対立が発生した。古参幹部は地方政党を設立して、そこからアチェ州首相選挙に候補者を出馬させようとしたのだが、彼らが擁立した候補者のハスビアブドラはスウェーデンに亡命していた古参幹部の弟だった。これに対し、アチェでの武力構想を担っていた若手幹部は、援護により擁立だと批判し、 GAM は2006年の首相選挙までに地方政党を結成することができなかった。結局、古参幹部はのフマムハミドを州知事候補、前述のハスミ・アブドラを副知事候補として擁立し、若手幹部は GAM 幹部のイルワン・ディウスフを州知事候補、アッチェ住民投票情報センター代表のを副知事候補として擁立した。2006年12月11日、 アチェ州首相選挙が実施されイルアンディ・ユスフが当選、翌年2月8日に就任した。2007年3月16日、アチェの地方政党に関する最速を定めた政府規則が発令され、6月4日に GAM は軍事司令官を務めていたお党首として、アチェ独立運動党の決闘を宣言した。だが、翌年2007年の12月10日の政府規則により、 分離独立運動に使用されている旗やロゴの使用が禁止された。GAM は2008年2月23日にアッチェ自立運動等の党名で党結成の申請を再提出したが政府は党名の再検討を求めた。ここでインドネシア平和インスティチュートが両社の仲介に入り同年4月6、7日に会談が行われ4月22日に GAM は アチェ党に党名を変更した。翌年2009年にアチェ衆議会選挙が実施されると、アチェ党は得票率46.91%で圧勝し、全69議席中33議席を獲得した。アムリザル J プランによれば、2009年衆議会選の後からアチェ州政府知事の二人と党幹部の間で対立が発生していたという。 2011年12月4日、GAM 幹部でアチェ州知事のイルワンディ・ユスフを決闘し、GAM はアチェ党とアチェ国民党の2党に分裂することとなった。2012年の州知事選では、党幹部との対立が原因で、アチェ党の公認候補になれなかった、現職知事ユスフも、アチェス元居住、路局長のムフヤン・ユナンを副知事候補として、無所属で出馬したが、 ザイニアブドゥラが、州知事、アチェ党党首のムザキル・マナフが副知事に当選した。井上によれば、この選挙で、アチェ党は、イルアン・リユスフに妨害工作を行っていたといい、彼は、自らの支持者に対する27件の暴力事件などを理由に選挙無効を提出して、却下され、また、同年6月25日の新州知事就任式では、州議会議事堂の外で、集団暴行を受けたという。 また、アムリザル J プランによれば、アチェ党は、無所属候補の統一主張選挙への出馬を2006年選挙に限定する定めを取り消した憲法裁判所の判決に不満を抱いており、選挙をボイコットする姿勢を示し2回の投票日、延期につながったという。2014年、ザイニアブドゥラ州知事とムザキルマナフ副知事も、対立することになった。で、ザイニアブドゥラは、 闘争民主党などと同じく、ジョコ・ウィドドと、ユスフからの政府大統領候補を持たしたが、ムザキル・マナフは、プラボ・スビアンと、組を支持した。ザイニア・ブドゥラは副大統領候補のユスフからが、ヘルシンキは平行為に貢献しており、ジョコ・ウィドド候補もアチェ働いていた時期があることなどを、根拠に挙げ、一方、ムザキル・マナフは貧困の撲滅、アチェ開発などの確約を得たとして、 対抗陣営を支持するのは、ハラム、つまりイスラム教における禁止行為だと主張して、アチェ投資者らに、プラボースビアント組を支持するよう命令したという。この選挙では、ジョコビドド、ユスフカラ組が当選したが、アチェでの得票率は45.61%で、対抗陣営を下回っていた。本節では、記事中に登場した GAM メンバーのうちウィキペディアに、 記事のあるる。人物を列挙す GAM は、アチェ州の分離独立の根拠として、アチェ王国の主権以上の経緯を挙げていた。アチェ王国のスルタンはかつて、オランダに投降したが、彼らの主張ではこの時アチェへの主権を移譲する手続きが行われておらず、アチェ王国は、オランダ領東、インドに組み込まれていないとされている。したがって、 オランダ領東インドの主権がインドネシアに移譲された際にアチェ王国の主権も共に異常を得れたのは無効だという。1999年1月末にアチェ学生団体が開催した全アチェ学生青年会議ではアチェの政治的地位はアチェ住民による直接投票で決定するのが最良だと結論が出され、 アチェ住民投票情報センターが結成されて、地域住民に向けて、住民投票実施のキャンペーンを行った。これに対し GAM はアチェはすでに独立しているので、総選挙は不要だと主張した。だが、シラの主張が、地域住民に浸透し、住民投票を支持する他の団体が現れ、GAM も民主的かつ平和的な方法として、住民投票を支持するようになった。 東京大学の再訪位の2002年の調査報告書では GAM はインドネシアという国民国家が既に成立していると思われていた地域で発生した分離独立運動であることスハルト政権が崩壊して民主化が進められた1998年以降に勢力を拡大したことインドネシア政府との対話が開始されたにもかかわらず事態が改善せず逆に 泥沼化したこと、以上3点の特徴が、国際社会の関心を集めたのだと推測されている。2015年、拓殖大学の井上治は、アチェの団体や、個々人が GAM を支持したのは、中央政府や国軍への不信感が理由であり、従って、和平合意後10年間で、GAM 内に亀裂が生じたのは当然の結果だ、とべている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。